はい、どうも、2021年映画鑑賞1000本チャレンジ中、ミちコこでンス、ようそろ <laughs>、えー、今年35本目はあ、今35周年を迎えている、ニンテンドのスーパーマリオブラザーズに合わせて、スーパーマリオ魔界帝国の女神、えー、こちらを1月28日午前2時56分に見終わりましたので、簡単に座談していこうと思います。えー、こちら、1993年のアメリカ映画です。 まあ、誰もがね、知っている、任天堂の大人気キャラクターのマリオですが、その35年の歴史の中で、こうしてね、実写映画化もされていたわけでありますが、まあ、この映画は、元のゲームとの世界観がまるで違うんですよね。まあ、ゲームの方はね、野原とか、あとお城とか、まあ、舞台がまあ明るいファンタジーのね、世界観ですが、でも、こちらは、荒廃したアンダーグラウンドでね、まあ、 ティム・バートが、ねえー、作り上げたあ昔のバットワンシリーズに、ねえーまあ、近いタッチになってましたしあとクッパ軍団の、ねえー、設定が違うんですよねまあ元はね神の軍団ですが、えー、でもこちらはあー絶滅したはずの、ねえー、恐竜がヒューマンなどに進化したっていう、ね、設定になってますね、まあ、だから、ねえー、クッパ役のデネス・ホッパはね、えー、こうやってね、えー、恐竜っぽく演じてるんですよね確かあれデネス・ホッパのね、えー、アイディアだったと思うんですがあ,あ あんな小表なのに、ね、割と親切なんだね、と思いましたね。ゲソッパーね。で、あと、雑魚キャラも、クリボーやノコノコはあ出てきません。グ、えー、馬っていうね、えー、まあ体がすっごくね、えー、でっかいんだけども、でも顔がすっごくちっこい、えー、トカゲ男がノコノコって、えー、歩いてんですよね。<laughs> あ あれがのこのこの変わりかと思いましたからね。うん。でも、一番びっくりしたのはもうリアルヨッシーですね。<laughs> もう、これ初めて、まあ見たの、小学生のお時だったんですが、まあ、その時ですらもう大爆笑しましたからね。<laughs> しかも、ちっさって。 マリオ乗れねえじゃんって思いましたからね <laughs>。で、あと、ボム兵とまあ、キラーっていうね、まあ、爆弾と砲弾のね、キャラクターがいるんですが、でも、こちらではキャラクターではなく、アイテムとしてね、まあ、ちっこくね、まあ、しょぼくね、出てきますね。で、あと、キノコですよね。まあ、キノコはまあマリオがね、でっかくなるアイテムですが、でも、こちらでは、 キノコ自身がでかくなるんですよね。<laughs> って言っていくともね、長くなるんで、この辺にしておきますが。えー、で、なんかね、撮影現場はとにかくね、ずさんだったみたいで、えー、もうデニスオッパーはね、ドナレ散らしていて、あとマリオ役のボブ・ホスキンスはもう生涯で一番最悪の仕事とね、おっしゃってるくらいですからね。うん、なんか脚本がもうコロコロ、ね、変わるから、デニスオッパーはね、えーまあ、前日う渡されたあ台本は読まずに捨てて らしいですからねでその混乱ぶりがあ作品に、えー、出てしまって、えー、で結果ねこけ、えー、て、えー、カルト化してしまいましたがでもね、えー、僕は思い入れある大好きな、ね、作品ですねまあこの映画で、ね、見るたんびにスーパースコープね欲しかったの思い出しますねうんまあこの映画とねほぼ同時期に発売されたあシューティングゲーム用のねバズーカのね、えー、ことですねあれ欲しかったな <laughs> っていうね、えー、スーパーマリオ魔界の 帝国の女神でしたではまた